17歳の時ね、中古のね家をね、あの買ったんですよ、13粒ぐらいの。今度開発するから、土地を売ってくださいと。え区画整理とか土地開発とかいろんな話が舞い込むわけですね、<う>山田さんのもとには。そう。3.46倍で売ってください。何に使うかね、今困っちゃって。 行、はい、ってみたいですねお金 <laughs> 一等買いの不動産投資をする人にとって一番はやっぱり空室リスクっていうのがあるわけじゃないですかそうですか、ね、いや空室ないのえ一回もこれちょっと参考にならないですね運が強すぎてちょっとうん、<い>や <laughs> 戦略とかもそういうものを超えた何かがありますね <laughs> 山田孝夫さんにとって不動産投資とは不動産投資を学ぶなら落町ファーストロジック」 楽町チャンネルをご覧の皆さんこんにちはフリーアナウンサーの青木玄太ですこの番組は楽町トークスペシャルということで様々な分野で活躍する方のお金投資事情について深掘りし学んでまいります本日は株式投資歴16年不動産株式が大好きな私青木玄太が進行を務めます早速今日のゲストをご紹介しましょうこちらの方ですはい、芸能界の不動産王 <laughs> 山田隆あ山田隆です <laughs> 山田隆さんです、はい、よろしくお願いいたします今ご自身から不動産王というお話ありましたけれどもおおそのあたりについてもこの後伺ってまいりますまずはプロフィールご紹介してまいりましょう十、はい、歳の時フジテレビちびっこのど自慢でデビューえ十歳の時デビューっていうことは経歴でいうと何年にいらっしゃるもう五十五十 6年すすすごい <laughs> すごいいですねこれ、はい、ちびっくんのど自慢って、ええ、僕はあのた,またまたま公開で見に行ってたんですそしたら出演者が風邪で出られなくなっちゃって、ええ、誰かあの司会者の方が会場から誰か歌いたい人って人っつったらみんな手を挙げてで、はあ、て私そのまま舞台に上がっていって「ええ、<laughs> 私歌います」と。 歌った笑点の座布団運び役に就任したのは1984年、うん、これ私驚いたんですけど山田さん、6代目なんですね座布団の運び役としては。 ずっと山田さんの、ね、もちろんイメージがあるから <laughs> そううですすねねもう年やってますから今年10月には笑点のデビュー40周年も迎えるということで、まあ、芸能生活はもう50年そして笑点デビューから40周年とということですね,ねそ,ですでその40年の歴史の中では実は私とも共演しておりましてというか私が共演させていただいておりまして私が日テレアナウンサー時代にアナウンサー大喜利と言いまして。 日テレのアナウンサーが年に1回か2回、ね 2> ね、あの大喜利やるというのがあるんですけれども、ね、そこでご一緒させていただいたというのもあってもう当時も親や祖父、祖母がもうめちゃくちゃ喜ぶんですよ、笑点に出ると日テレのどの番組よりも本当にか親孝行できたなというふうにアナウンサーが思う番組でございます。そしししてて最近の活動として何かありました<あ>教えてください、あのー、鈴丸姉妹で,であの 私が女装して、はい、えー、あの、お姉さんで、鈴丸で、ええ、で、三人の女性で、あの。歌ってるんです。三姉妹なんですか。そうです。あ、私、あの。落語家の、ええ、あの、講座名は、れいれいしは鈴丸なんで。です。あ、そうなんです、ね。バフションところは一問で、はいはい、じゃ、鈴丸。っていう名前を。取って、うん、鈴丸姉妹で。えー。座布団三番。 座布団運びがもうサンバになったんですねすごいいい曲で YouTube にも歌ってる様子とかがちょっとだけあるということなのでぜひご覧いただきたいですはいいこちらもご覧くださ僕一応 NHK 紅白歌合戦に出てるんです「ズートルビー」ルとしてそれはもちろん私リーダーですからねリーダーほとんどズートルビーの作詞作曲もまあ自分が作ってた それがね、すごい人気でね、NHK 紅白まで行っちゃうんです、ね、それは私ももちろんあの、テレビ界の歴史としては、もちろん存じられて、どういうことですかね、NHK 紅白、高橋出ちゃったから、驚きましたね本当にまさにいろんな顔を持っているということでもう一つの顔がです、ね、17歳から不動産投資を始めたすご腕投資家、ちょっと待ってください、なんとなく山田さんが投資やってる、不動産やってらっしゃるというのは、なんとなく僕も聞いたことあるんですけど、 これも17歳から、そうです17歳の時ねあのちょっと中古の、ね、家をねあの買ったんです13粒ぐらいのそこにあのうちの姉さんたちが住んでたんで姉さんたちが今度家を建てるからここもしよかったら買ってくれって言うんでじゃあ安くね売ってくれるんだったら買うってそれで買った でその時までに蓄えがあったってことですよね、その10歳でデビューしておふお袋にあのずっと見るン時の,あの仕送りを、はいあの、出演料をやってたのをお袋が貯めておいてこれで土地を買いなさいって言われたあお母様から堅実なお母様でいらっしゃるんですね、うん、あの土地は大事だから、うん、その前にですね、ええ、うちはあのすごい家が良かったんです。材木。あの 問屋でね。はいはい。深川ご出。そうですよね。これね、<の>材木問屋。ええ、はい。あなたり多いです、ね。そしたら、あの。すごい、もう。お姉ちゃんたちが踊りの。習ったり。すごいね。あの。裕福な。家で。うん、で。僕が生まれた時に。はい、お父さんが詐欺師に仕掛か,かって。全部とらえちゃったんですよ。あ、そんなことがあったんですか。はい。そして、やっぱし。あの。 お袋は不動産は大事にしなきゃダメだよっていうことで、うん、それで徐々に徐々にあの増やしていって、それ、うん、で七十粒ぐらいになってそこをあのマンション建てた。マンションを建てたのは山田さんがおいくつぐらいの時だったの。えっと五十五歳の時ですね。その一角に自分が住んで家賃でローンを組む。だからうん。 まだ駅ができてなくてうん、うん、もう本当に地木がね田畑だっただから買<は>った時は5000円ぐらいだった5000円1つ1つ一つ五千5000円で13坪。六6万5000円ぐらいってことですか土地はまあ,あそうですねどんどんどん土地はねでも高かったですよ<ー>抑えて、で えー、銀行さんがで,できたらあのお金貸してくださいって言ったらり借りられたんで、うん、そこをマンションだ建て、うん、はそれで山田隆夫が一緒にあの皆さんあの一緒に住みましょうねなんて言ったらもうい,いろんなとこから。あのそれですね不動産を返さなくても 居住希望者が現れるということですね。そ,うすそれ山田隆雄が「一緒に住みましょうね」ってはどの媒体で言ったんですかそれは不動産のところにこういう家の、うん、ほら<ー>ありじゃないですか、はい、そこに自分の写真と「私 <laughs> がオーダーです」<ー>こんでくるあじゃあ大家さんは山田隆雄さんだって分かった上で集まってくるそういいですねそれも広告塔にもなって安心材料にもなりますもんねだからあもう空きがなかったですよ出<ー>て行っ,ったらまたすぐ入って その時銀行がお金を融資してくれてそしたらもうその土地がすごい一坪100万ぐらいになって最初一1坪5000円だった一坪5000円だったのに下麦が田畑ねだからそれの地木も変わったってことですよねそうです工業地域とか商業地域になったんですかまあ宅地ですよね。 そしたら、つぼ<ー>が単価がどんどん上がって、うん、はえその17歳の時に13坪の土地を買ってから70坪になって銀行が融資してくれてマンション建つまでにじゃあな、何年ぐらいかかった40年弱ってことですよねあ、はい、最初に買ったその13坪の土地に建っていたのは建物も上物もあったんですねねでです木造よあ。 そこはあのねいずれ壊して、うん、あのマンション建てるっていう計画だったから。当初からそういう計画の元やってたんです、ね。そうです。へ<ー>そこにお一人で住まれたってことですか。そうです。だからあの駐車場もあのトラックが止ま止まってるとこ<え>大きいところが売りに出したんですよ、<え>不動産。はいはい。でそこも買ってそれで全部で七十坪の可動地になん。 その駐車場が売りに出たぞっていうのはどうやって知ったんですかいやあのその不動産屋が買ってくれてきた隣の宅地持ってますよねってお隣のこの駐車場が売りに出ましたよそう実つながりだから、はい、あのおもうこれは買った方がいいですよ、うん、で駅前にあ,のあ,のあったんで、うん、じゃあ私買いますそれで銀行さんからお金がりてでもさっきおっしゃっていた最初は駅がなかったとおっしゃってたじゃないですか 何線が通ったんですかあら都営,新宿線があ都営新宿線が通ることになってそれまでに、うん、あの私はあの江戸川に行って葛西とか行くのにあのバスで40分とかあと浦安の方に行くのに、うん、やっぱり40分ぐらいちょっと陸の孤島だったんです、ね、そうです,うですだから安いんですよそこに都営線の地下鉄が通る駅が近くにできると聞いた時はどう思いました やったーと思いましたね。<laughs> そうですよね。うん、そこでもう壺単価も一気に上がりませんか、駅ができるとなったら。すごいですよ。うん、急に上がっちゃって。急に。で環境も変わってくるわけですよね。もともと田畑だったところにって。人がどんどんて当時。あの家って、うちと。あと二、三年しか。このなかった。今の東京からだと信じられないですよね。そ,<う>そんな。あとは田畑ってことです、ね。そうですね。自分のものになって。えー、それで。 細木和子さんに相談したらあんた土地、ええ、あの水星人のプラスとか、はい、土地を利用しなさいって言われた何年ぐらいの話ですかそれ何90年代とかいやあの番組でズバリ言うわよでああじゃあもう結構2000年代出た時にあなたは不動産やんなさい五、はい、55の時に家を建てなさいってはいう、はい、マンシン細木和子さんに言われたのがきっかけで 銀行から借り入れて、マンションを建てることに。そうです。十七歳の時に買ったその。中古の戸建てに、ずっと住んでいたわけじゃないですよね。五十五歳まで。まあ、通行は持ってたんです。持ってて。あとは、その。都内にね。うんうん、マンション。あの。家賃で借りて。はい、うん。ほら。そういう時、ずっと忙しかった。うん。なかなか。うん、その持ってたところは、人に貸したりはしなかったんですか。しないです。あ、一切せず。うへ、ええ。へー それで私が離婚したときにもう全財産あげたんで、元奥様にはい、それで住むところがないから、あそういえば江戸川の家があったんでそういえば忘れるぐらいだったんですね、もともとはね、そんな大事な土地と建物で思い出して、そこにまた戻ったたでも、その戻ったときって築年数いたら、相当古い家になるそうですよね、木造でね。 しかも十三坪だからそんなに広いとは言えないじゃないですか。十三、うん、坪だと。でも増やしていったから。ああはいはい。うん。だからあとは囲って、うん、あの滋賀五島買って。<laughs> ああそっか土地がどんどんあの片地に広がってる家庭だったんで。そう,そうそうそう。滋賀県五島。頭っ<ー>じゃあもう庭は広かったってことですか、ね。そうですす。ごく。うん、へえじゃあそこの家をまあだから稼そうという。 ことはしてないといことですね。人に貸して収益を得るとことはしてないということですね。そうです。です<ー>いずれここ壊すから、うん、マンション建てるからともう頭に入れて、それは江戸川の家なんですけど。ええ、収益物件数ナンバーワン。不動産投資を始めるなら楽町アプリ。楽町で検索。あの住吉にも江東区のああ江東区にもお持ちで。ええ、それは両親があのの家だったんですけど。相続されたんですか。 私がうん、うん、そしたらあのそこがあの駅から1分のとこなんで、うん、商業地域になっちゃう宅地から商業地域になってそれさっき話してたマンションが建ったところとはまた別のところですねですはいはいはいそれで日照権なんて関係ないんですよね上物が建てられてそこに3階建てのマンションそこにもこれあの相続されたのは何歳ぐらいの時でいらっしゃる 江東区と江戸川区の2つを同時に55歳の時にマンションを建てたんです2棟1基ですかそうですそうすると<え>あの不動産あの建築業者が2棟を建てるから、はい、ね一つはあの重量鉄骨でないとあの江東区はダメなんですよ商業地域だからそれ、うん、で江戸川区は宅地であの木材でも何でもいいよかったんですけど どうせだったらそっちの江戸川の方も純重量鉄骨にしてもらったんですよ。二頭、うん、建てるからこそのサービスってことですか、うん、そしたら「あっ準じ,じゃダメだから地震が来たりするから、はい、あの両方ともあ重量鉄骨にしてくれ」って言ったそしたら家はあのなんていうんですかモニターじゃないけど家を見せて。うん あのここは山田孝雄さんがすあののマンションです。ってそれで、あの安くしてもらって。はあ、そこでやっぱり山田孝夫のなが。役だったわけですね。すすちょっと二件あるので、一件ずつちょっと改めて教えてほしいんですけど。えー、まず一つ目はもともと十七歳の時に買った土地が広がって角地になって。うん、70坪のところに何階建てのマンションを建てたんですか。あの三階建ての。三階建て、えー、個数はどれくらい入ってる。六つです。個数六つ。 でそののうちの1つに山田さんご自身が住むっことになっ最初はす自分が住んでマンションを建てて、うん、そ,れでそこが区画整理になったから、はい、全部あの家を壊してあの消防自動車とか救急車が入れるように道路を広げて区画整理したんですよ。でそこを全部壊してでお金をだいて保証を、うん、で区画整理が終わったらそこにまたマンション。 えじゃあ同じ土地でマンション2階建ててるそうです一,一度やっぱ区画整理となると一度まだ耐久性もある使えるマンションでも一度壊さないといけないんですねそうそうですれで大体の値段を向こうが保証してくれるまあだから地主さんとかは損はしないように一応そうですなってはいるけれどもとで,、えー、で改めて建てたマンションが何階建てなん<階>ですか3階建てで6個での 入るような 2LDK とかぐらいですかそれで,、ねうん、で自分はもうエアコンとかあの、まあ、全部あのいろんなのつけて、うん、あとセキュリティが大事だからそういうのにお金かけたらセキュリティのはオートロックとかとかにかけて作って、うん、そしたら結構ねあの、うん、みんな「あここはいい」って言って新婚、うん、さんがみんな来て。 ええ、で、住吉の方は、あの。まあ、駅一分ですから、もうそこはワン、ワンエルだけで。あ、じゃ、独身者向け。そうです。え、住吉のマンションは何階建てなんですか。それも三階。三階建て、何個入ってます。かそれはね、え、三つ。三、三個。三個。一階二階です。狭いんです。あ、そうなんですか。でも、それがあの。商業地域に変わって、そしたら、あの。 そこを今度開発するから土地をあの売ってくださいと <laughs> え区画整理とか土地開発とかいろんな話が舞い込むわけですね<う>山田さんのもとにはそういやーやったーっつってして3.46倍で売ってくださいって、はい、今の価格の売って売ったんですか売ったよ <laughs> <laughs> ちょっと待ってください建てて何年後に売ったんですか住吉のマンション去年去年おととしあら 去年、おととしですかっ、歌を<う>。といてことは、もう、土地の価格とか、マンション価格も上がったから恩恵を得たわけですね。そ,そ,そこの一番高いね、はい、あの土地の値段の3.46倍。かー、これ、座布団何枚分ぐらい上がりました、これ、<laughs> すごいですよね。だからね、やっぱり当たるんだねいやも。持ってますよね、いろんな意味で。 宅地、うん、がね、うん、商業地域になっちゃってさってご両親から相続したところですもんね、うん、これちなみに普通の人ね土地開発とか区画整理とかってなんかまあ巻き込まれたというか体験したことない人が多いと思うんですけどす、ね、区画整理はまずどういうふうに話が来るんですかこれ市役所の人が区役所の人が来るんですかいきなり。 区役所です区役所の人ちちゃんと説明して説明してそういうのって交渉の余地あるんですかこれくらい保証しますよって言われていやいやそれじゃ売れませんみたいないやもう何回もねあの会議やるんです会議会議っていうか会議という名の交渉でこう値段交渉もあるわけです、ね、そうですそ,うですそれは山田さんご自身が出るだから僕は一人で向こうの区,区の人間とかいろんな人があの6人ぐらいと、うん、それも代理人に任せるんじゃなくてご自身がやるで、ね、そうですそうです それ何回かやる中で区画整理の保証金をやっぱりこう交渉してあげてったりもしたんです。そうです。で僕もちゃんと調べます。うんうんうん築、うん、何年であ<ー>どの子で住吉の方の、うんえー、土地開発のじゃあもう住吉の方のマンションは手放したということですか。そうです。お金もらいました。あいやもうすごい笑顔すごい笑顔ですよ。それをで、ええ、何に使うかね、はい、今困っちゃって。 はい、行ってみたいですね、お金、<laughs> 何に使おうか困っちゃうって、人生で一度行っ,て行ってみたいですね、山田さん、個人としてもらうのか、それともなんか法人を設立してるんですか、不動産、いや個人に入って個人で、なかなか聞かないですね、マンションのオーナー、個人ってね、じゃあ収益だったら税金も払わないといけないじゃないですか、去年の住民税とかも、えぐかったじゃないですか、いやだから、えー、びっくりするぐらい、びっくりするぐらい税金払いますよね、そう,そ,れそういう時ね。うんうん 収入になっちゃうから、ね、なっちゃいますもんね、個人だったら税金も払って,払ってそれでも残って,残って何に使おうかなと今思っってらっしゃるわけですだからねあの、自分が老人な本みたいなあのそういう施設作って、うん、そこに自分も入って、うんえー、なんか極楽譲渡できるように <laughs> いい、ね。 商店メンバー集めて <laughs> あのそこでね <laughs> 一生終わらせた <laughs> <laughs> いいですねそこも最初の不動産と一緒で山田隆夫さんがオーナーですって言ったらみんな安心して入る人もいますもんねそしたらね<え>今度俺がそういう施設作ってね、うん、あの夢なんだって言ったら、うん、あの芸能人が「 こっちは俺に俺も入れてよそこへ <laughs> いっぱい来そうですよそう芸能人がいるのをいっぱい <laughs> 入れて入れてだから将来ねちょっと不安に思ってたりとかどこ行こうかなと思ってる人にとってはいいですよねそうでね一等階の不動産投資をする人にとって一番はやっぱり空室リスクっていうのがあるわけじゃないですかそうですねいや空室ないもんえ一階じゃあまあ出る人はいますよねなん結婚したりなんだりで、うん、でもすぐ入っちゃうすぐ入る これどういう要因ですか、すぐ山田さんの物件に人が入るっていうのは。やっぱりあの環境っていうか、うん、うちの近くの区画整理したら、公園とか、そういうのがばーっと出ちゃう、できちゃう、えー、だから、もう、あいいとこだ、緑がいっぱいある、そこにマンションがあって、駅からあの5分ぐらいのとこそうですね都営新宿線が通ったわけですもんね、土地買ってから通ってるんですよ、これちょっと参考にならないですね、運が強すぎて、ちょっと。 うん、いや <laughs> なんか戦略とかもそういうものを超えた何かがありますねいやだから細木、はい、さんが不動産向いてるから不動産になんなさいって言っててでも逆に言えば細木和子さんの,そのズバリ言うわよのその言葉がなければもしかしたら踏み出してなかった可能性もあるそうです芸能活動もずっとされてるわけじゃないですか、うん、で同時にこう不動産オーナーとしての顔を持っているこう双方のこうメリットとかって何かありましたか 収入が仕事行けなくなっちゃって、芸能界大変なことになりました。みんなアルバイトやってる人が多かった。でもうちは家賃収入でもう全然困らなかった。まあ最低限というか、まあずっと保障される部分がね入ってくる部分があるというのは大きかったです。大きいです。それはその生活する上でももちろん大きいと思いますし、精神的にも非常に大きいですよね。それで僕は稼いだら全部繰り上げ返済して、どん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 ローンをあの。 減らして、ええ、もう最終的にはもうすぐ返しちゃったあそうなんですね最初にローンを組んだ時は銀行から、えー、ローンを組むわけじゃないですか。す融資を受けるわけですよねそれ何年ローンぐらいに組んだね30年とかそれをねあの5年ぐらいで返しちゃう,かうそしたらね銀行さんはね今度かまたあまあまあまた貸し貸し借りてくれとその中にあの、なんていうんですか 低等券はい権、はい、がそれでこんだけは貸しますって、はあ、普通芸能人とか,、ね、か水商売の人とか貸してくれないけどなかなかいつでもこのこの金額は貸しますという,もう信用が出来上がってるわけですねで今でも初めての不動産投資先輩大家さんに相談したい不動産投資の悩みを気軽に相談するなら「楽町相談室」「楽町で検索」 江東区と江戸川区にそのマンションを持っていたときはいわゆるこう大家さんとしてやっていたこともあるんですかその家主さんと向き合ったりとかそれともそういうのはもう不動産会社とか保証会社に任せてたんですか不動産に任せてて自分も住んでるときは、うん、カレンダー商店カレンダーを上げたりね。<laughs> 私は元日テレ社員だから分かりますけど1年に1回、商店カレンダーが配られてね私の親戚も欲しがってましたよ、みんな。サインして、の今年もよろしくって直筆サイン入り商店カレンダーを配ってらっしゃったんですね、入ってらっしゃる方で、それは個人の山田さんの手拭いを配ったりとかして。子供と 赤ちゃん生まれるとお祝いって言ってあげたり、うん、あじゃあ割とこと人情味あふれる昔ながらの大家さんっていう感じでもありますね,すねだからうちみんなでねあの食事行こうって言って食事いや聞いたことないですよそのだって賃貸で入ってて大家さんが食事行こうって言ってそうで,まあでもそれも山田隆夫って分かってるからですよね安心できるというかそうですそうです、ね 誘われてもなかなかえどういうことだろうってちょっと身構えちゃう人多いと思いますけどいいですね、なんかこう人情味あふれていて商店の楽屋は私も覗いたことありますけど、うん、非常に和気あいあいとしたね後楽園ホールの雰囲気じゃないですかあそこで投資とか不動産の話を師匠方とすることってある五代目円楽師匠ね、はい楽、楽太郎師匠君、きの<え>マンション建てたんだって、いやー、すごい、すごいって言って。 褒めてくれて。くれそれであの円楽師匠のお弟子さん呼んで、はい、バーンって机叩いて「お前たちはなんでマンション建てられたんだ?」円楽師匠があの弟子に。それで「あすみません」って今度「山田君スピルバーグの映画出るんだよな」うん「やい」またお弟子さん呼んで「<laughs> お前たちはなんでスピ,スピルバーグの映画出られないんだ?」ね 31歳の時に「太陽の帝国」に出演されてますよね <laughs> いやー本当にね運がいいとかさ、まあ、私ねあのスピルバーグがねわざわざ私に会いに来るっていう、うん、ねだから、ね、と1987年31歳の時にスティーブン・スピルバーグ監督の「太陽の帝国」に出演されている、うん、出演する前にスピルバーグ監督が来たんですかああの会いたいってはいだから、ええ、わざわざねアメリカからね 僕に会いに来るなんてこれはドッキリカメラだと思った。絶対嘘だと思った。ね、スピルバーグさんがと会ったことがある人日本人すら少ないのにスピルバーグさんの方から会いに来た。丸いメガネかけて、はい、それで来たからあこいつジョ大学の、ね、英語の先生かな <laughs> <laughs> まあでも確かにスピルバーグさんの素顔と言われてももう分かんないですもんね。うん、来てこの人がスピルバーグだって言われても、うん、おーってね。うん、はい。僕は あこれ、うだからあのちょうど E.T. が流行ってたからだから E.T. 僕はどの人形に入ればいいんですかって言ってそういう作品じゃない、うん、あの、まま、このワンシーンだけ、ねうん、コメディのあの笑わせるシーンを作るから、うん、あのやってくれないかでもワンシーンに出る俳優を決めるためにちゃんとくるんですね、うん、スピルバーグさんは。します、自分が選ぶから最後に伺いたいんですけれども。 山田夫さんにとって不動産投資とは夢です夢夢からね叶うそうですよねいやこんなこんなになるとは思わなかった二頭、うん、のオーナーになって夢を叶えてさらにご自身の老後の、ねうん、老後老人ホームみたいなものを作りたいという夢もまたあるわけですもんね,れねそれ芸能界で抱く夢とはまたこう別なんですか そう全然違いいますすよねごです、ね、でも芸能界でも夢叶えてるしだって「紅白」にも出て『笑点』40年以上出て 2>,、うん、2つの芸能界の夢不動産の夢どっちも叶えたってことです、ねうん、恐れ入ります本当にいえいえだから本当にコロナ,コロナでね、うん、芸人さんが、ね、収入ない時にやっぱり不動産があるっていうのは強いと思いますよ。てるとこ 駐車場にしたんだからね、うん、とにかく不動産はあの絶対持つもんですよね今日は山田孝さんにお話を伺いましたありがとうございましたどうもありがとうございました